処刑さんですね。こんにちは。こんにちは。セミサラちゃん、なんで今日こんなに影になるんじゃ。不思議。前髪左右対称ですか。なんか今日顔が黒いんですよね。なんでじゃろ。なんでじゃろ。ちょっとよくわからん。元気ですよ。ニュージーランドから、こんにちは。すごっ、ニュージーランドか。ニュージーランドとか行ったことないですね。ふうくんさん、だるま、ありがとうございます。あ、うるさいですか。昨日フラワームーン、あ、フラワームーンね、見てないや。なんかね、ツイッターでつぶやかれてる人がいたのを見たんですけど、自分では見てないんですよ。見たかったんですけど見てない。こんにちは。実際は真っ白。なんか今日なんか顔がめっちゃ影になってるように見えるんですよね。なんでなんじゃろうって思って。明るかったよって。そうなんですか。全然見てないんですよ。見たかった。なんでこんなにこことかこことか黒いんじゃろう。おかしい。こんにちは。今日は何しようか。何がいいですかね。なんかね、企画に迷うんですよね。こんにちは。左右で色が違うって、なんかね、違うんですよね。美白オフにしてるんじゃない。うん、オンですよ。わからん。ことが黒いんですよね。僕たちは顔が白く見えますか。ほんまですか。クッチャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。セミの話以外なら何でもって。何の話します。アイドルの話でもしますか。何の話がいいですかね。 ST で最も好きなメンバーのうちの一人ですって。最もかな、それ。こんにちは、ゆっぽんさん。今日休みなのでこの時間に見に来られたって。本当ですか。ふう。もうね、ミサンが作り終えましたよ、全部。今ね、出してきたんですよ。もう配信始める1分前に出したんですよ。目の下は本当は黒くなるのか。画面で黒く見え、うん、黒くない。まあちょっと今は普通に戻ってきたかも。なんか外のあれなんですよね。外が明るかったらそう見えるんですよ。足りますように申し込んでますって。ありがとうございます。前髪いい感じ。何の話がいいですかね。ナナのおじさん、前髪いい感じってありがとうございます。こんにちは、 R21 さん。波きない近づく、投げキスして。投げキス嫌だ。そんたく、家分前ってこと。1分前ですよ。もう家の前ってだけです。ただのただの家の前ってだけです。スケモンさん、バラありがとうございます。スケモンさんっていつもバラくださいますね。なんかスケモンさんバラっていうワードがなんかだって、なんかあれなんですもん、しっくりくるんですよ。サーヤンがミサンガに名前書いてたの、すごっ。ミサンガに名前書くとこそれできん。そんなに高度なあれじゃない。ウィンクして難しい。宇宙の話、ウィンクしてって。こんにちは、サーヤンが。サーヤン、サーヤンって書いとったんじゃん。革命書の時から書けながら応援してますって。ありがとうございます。ふう、あ、明日のね、明日って9日、9日かな、明日って。かわいい、ふふ、さあちゃん連日の配信ありがとうって。踊ってって。そう、今ね踊れないんですけど、明日公演やるんですよ。僕の太陽公演を音かけてやりますよ。なんかね、音かけれる許可を得たのでマネージャーさんに聞いて、
なのでできるようになったのでやろうと思います。明日が公演やって、あ、一人でね、あのみんなでやるやつとかじゃなくてサラが配信でやるってこと。明後日は体操なので見に来てください。ゆき歌が上手いから好きになりました。ありがとうございます。全然相対性理論についての2時間とかありましたか。そう、相対性理論が好きで動画見てたんですよ。えんちゃんさんハートありがとうございます。そうなんですよ、体操は明後日なんですけど、久々に公演やるんですけど、次は音かけてできるのでそれでやりたいと思います。お、音あり、そう、何時からって、13時半からやります。ちょっともうちょっと後で言おうかな。音源やり、そう、お家でねできるんですよ。あさってで毎日配信3時。え、サラ本当ですか、びっくり。テロップ今日何しようかな。そう、テロップ今日目撃者にしようかな。目撃者歌います。後でふるびた教会うつむいた人々が、お隣ならお家でお披露目公演みたいな感じになるね。そうそうそう、そういう感じになるんですよね。明日やろうと思います。了解、しっかり起きとくって。 STU 体操他のメンバー見てみたけど大変で無理だ。え、 STU 体操って3分ぐらいじゃないですか。3分ぐらいで終わりなくないですか、悪くないですか、あれってなんかよく分からないんですよね。あれ3分で終わるような気がする。 YouTube 超高等物理面白いよ。ええー、これは見たことない。全部ユニットをやらないかな。お劇場どこで見たのって、どこで見た、あのね、サラは見に行ったことはないですけど動画で見ましたね。どこでっていうか家で倉敷をしてました。知ってますよ、倉敷行ったことある。アウトレットとかあるところですよね、あのちょっとねいい感じの街並みの、知ってますよ。サラちゃん毎日元気ですよ。前人不到って曲わからん。ジュリエットは見たいかも。ジュリエットやりますよ、ユニット自分のはやりますね。欲望者も歌って、欲望者わからん。ハイジさん誰もありがとうございます。サラちゃん可愛いってありがとうございます。欲望ものか、こんにちは。昔チーム A オリジナルの目撃者動画で見たの。え、見たんですよね。僕たちは目撃者、悲劇の終わりには、前人未到か、摩天楼の距離もいいよって、分からん。全部練習しますね。こんにちは、サラちゃん会えんか、元気会えんか、あら元気電話ってですね。会えないですね、なかなか。悲劇も終わりには、50カウント完了やスペースありがとうございます。サラちゃんこの前七並べありがとうございます。七並べね、なんかサラ不思議な時間にやることが多いんですよね。僕も目撃者公演なら摩天楼の距離が好き。摩天楼の距離が分からないんですよね。ちょっと 見ますね。あるのかな、カラオケに。前七並べやってテンション当たってテンション上がりましたって、ありがとうございます。テンション上がりましたか。ふーるびた今日、ちょっと待ってくださいね。オッケー、こんにちは、てるさん、エスペイさん、だるま、ありがとうございます。全く当たらんなーって、不当不屈さんですね。あんまり当たらないですよね。スペイさん、だるまありがとうございます。さあちゃんとは未だにしてなんで当たらんなーってですね。目撃者を選ぶなんて2ですねって。2、摩天楼の距離イントロからいいよ。そうなんですか。ナスベイさん、だるまありがとうございます。摩天楼の距離ないんだ。ちょっと見とこう。カラオケでアカペラでやるときもね、なんか時々アカペラってなんか需要あるんですよ。摩天楼は多分カラオケにないよ。その代わり難易度はすごい高いんだ。こんにちは、朝5時が一番してなメンバー当たります。そしたらも朝5時やっとるかも。だって起きてるんですよ、朝5時まで。寝る前にやっとるって感じ。スベイさん、だるまありがとうございます。摩天楼の距離はブロードウェイを目指そう。そうなんだ。あと YouTube の何ができるまでが面白いよ、サラちゃんにおすすめ。何々ができるまで、何ですか、何々ができるまでって。
みほちゃんさん、こんにちは、ありありだよって。七並べソラハと対戦し、ソラハさんと対戦して今日で6日連続メンバー対戦。あ、そうなんだ、6日連続ないんだ。こんにちは、七並べ対戦したいですよね、七並べね。こんにちは、ナッピーさん。七並べね、どうやったらやるのか。でもね、もうね、すっごいすっごい当たる方がおられるんですよ、2人。なんかね、サラのカードを持ってる方ではないんですけど、なんか2人いて、なんかね、もうね、その方はサラのパラダイス持ってるかもしれんっていうぐらい、もうすっごいすっごい当たる方が2人おられて、この前対戦してたら、なんかその方とサラと、そのお二方とサラで、その二方と一緒にやったこともあって、同時になんかね、2人すっごく当たる方がいるんですけど、その人とその4な、あとは違う方だったんですけど、その2人と同時でやったことがあって、すごいですよね、めっちゃ当たるんですよ。2つ節にはいびつな真珠借りました。難しいかな。でも七並び2期生はさあちゃんきらめき一番乗り。そうなんですね、一番乗りか。早朝役竹野さんも七並びやってる。でも竹野さんはでも多分5時に起きてるんですよね。サラはもう5時で寝る前にやってるってだけだからあと1回で奇跡。こんにちは、ノリショーさん。七並べ全然当たらんって。1回しか当たってないですね。めっちゃ当たる方もいるんですけど、いろんな工業製品ができる家庭動画にしてるよ、見てて勉強になるし。わかりました、見ます。そういうの好きなんですよさ。まだモバメ七並べする時間教えて。あ、しよう、教えますね。なんて幸運なんだ、今日はパラダイスの方と当たったよ。パラダイス、ストーカーレベル、めっちゃ当たるんですよ。サラちゃんの奇跡なら、奇跡か、羨ましい。すごい、そう、めっちゃ当たるんですよね、一日中。そうそうそう、多分その方がすっごいやられてるんですよ。七並べどうやったら当たるんですか。でもね、今日は、でもね、今日この後用事があるんですよ、家でですよ、家でなんですけど、ちょっとやらないといけないことがあってですね、21時までなので期限が21時までに、できるだけ日が落ちるまでにやりたいんですよ、それが。だからね、夜かな、夜の7時から8時でやるよ。19時から20時で7並べしますね。3分おきにやろうと思います。369という3の倍数で。さっき夢に行ったと、すごい、あ、妹もね、なんか滝野さんとすごい対戦して、なんか持ってました、ときめきかきらめきか、結構思ってたんですよ。ソレジャーバックスのイベントの時、さあちゃんが3分おきで書いてあった時笑った、無理やろって。その3分おきできるんですよ。なんかね、あのね、まず例えば2時から14時から15時でやるとしたら、14時2分でやるじゃないですか。あ、14時でやったら14時2分42ぐらいに終わって、でパパパパパって戻ったらちょうど14時57ぐらいになっといて、なんかタランタランタランって結果が出るやつあるじゃないですか。あの、その推しメンのどの方にどれぐらいポイントが入ったとか、自分のランキングはどれぐらいみたいな、それが出るのがちょっと時間食ってしまうんですけど、できるんですよ、3分おきで。竹野さんも寝る前朝5時に寝るのかな。あ、一緒ですね、サラと。あと2回でパラ、結構当たったね。でもハイズさんね、昨日だっけ、一昨日か、めっちゃ当たった時やってましたくなあったですよね仕事始まったら何時間限られてるからマイペースに行くわ。あ、そうですね。でもやりますよ、結構隙間時間とかでやってます。そんなその時間以外じゃないとやらないとか絶対あり、それはない。だって1日で何回もやりますもん、絶対何回も。昨日さやかりんと対戦できた。さやかりん対戦したことないかも。提出物あるんですよね、なんだろう、気になるって。メンバー当たった時何か自分が弱くなるって何秒ですかって。何秒、3分おきにやってるんですよ。3の倍数でアホになる、アホ3分おきしんどいけど楽しい。また配信ありがとう。妹さんと当たったらプレイヤー名とかで分かりますか。妹のプレイヤー名ね、なんか偽名を使っているのでちょっとよく分かんないんですよ。サラなんでやっとるんじゃろう。なんかね分からん。ココナとかココアとか、ココアさんみたいな、ココアとか、なんかリコとかリナとか、ちょっとなんか偽名を使ってやってるんですよ妹。こんにちは。なんかね、自分がなりたかったら名前らしいんですけど、なんかよく覚えてないんですよさ。
何でやったっけな、よくわかんない。可愛い劉少奇さんありがとうございます。さあちゃんとボタン押したら当たりませんでしたって当たらなかったんかいって。2分で終わらないですか？え、2分数十秒って終わらないですか？じゃあ4分おきだったら当たるのかな。4の倍数にします。でのが遅いくる。あーそういうこと？でもソロ結構いけるんだけどな。3分おきってゆっくりプレイヤーと遭遇したらアウトだった。確かにね。たまに放置バーストの人がいて間に合わない。放置バースト、へー。今日も3分おきだね。3分おきと4分おきどっちが当たるんだろう。だって3分おきにしたらだあの20回あるから、単純計算で言うと当たる確率回数が多いから上がるじゃないですか。でも3分おきにしたら、あもう時間ずらしちゃったってなったら一生合わないので、それかやらないってなるか。で4分おきにしたら回数は15回になるけど、まあ5回しか変わらないなら4分おきにしようか。マイキューの姉さん姉キューなのでよくわかる。あそうなんだ。なんかね、なんだっけな、なんとかの なんだっけな、えパパタンとかとか時々えマイキューさんの、えマイさんのお父さんとかやられてますか。なんか見たんですよね。なんかあとマイハさんのお父さんとかなんかやられてますか。なんか会ったことあるんですよね。でも本物かわかんない。なんかそういう名前の方か。くっちゃんさん、クローバーありがとうございます。ゆっくりプレイヤー出すのがめっちゃ遅い。ああ妹ちゃん子なんかね、そういう名前。4分にする？4分にします。じゃあ4分おきにやれようと思います。それじゃあ終わったら3分いける、いけるのかな。なんでこんにちは、こんにちは。それは3分おきの方がどっちがいいのかよくわからん。正確な情報通りやってくれたら。だってそう、でも正確なやつやってますよ。ちゃんとスマホで電波時計みたいのを探してやってるので、13分おきでやってもね意味ないようですよね。素数でやっても4分だと妥当、だと妥当読めますよ。母さんとはココアちゃんの母。そうなんですね、すごい。スベさんだるまありがとうございます。アナ、あでもアンナ、山本アンナさん、山本アンナさんじゃなかった、川俣アンナさん、アンナちゃんのお母さんはやってると思います。なんか聞いたことある。地球とはマイさんの、中村さんのお父さん。一度間に合わなくてのサンドバイス始めたらいいと思う。まあ4分どっちがいいんじゃろう。はじめましてキヨさん。なんかねサラもね、なんか清水の詩なんですけど、清水の詩がキヨって読むじゃないですか。訓読みしたらキヨなので、あの学校の子になんかあだ名何がいいと思うって言ったらキヨって言われました。あ、おキヨって呼びましただるま、エスベさんありがとうございます。ユミリンとユミリンのお姉さんと同時に対戦したか、すごー、それはすごい。13分おきはセミって、マヤさん、そうでも昨日の配信見た人じゃないとわからないと思いますね。なんかね、パパッチさん、チホンヌちゃんちのまま、あみんなそういう感じにしてるんだじゃあサロンシミママとかでやろうかな。シミママとかシミパパとかでやってもらおうかな。妹もシミなんとかとかでやろうかな。シミサラなのであの同期の前忘れたのかな。アンニャこんにちは。そうイコラブさんですね。ママンナさんとか、どっちでもいいよ。来ましたミヨンルームから。え今ミヨンさんやられてるんですか。えこの前やられちゃったな、見たけど。そうなんですか。えサロあれしょっとけど、あれ通知来てない。え私あれしてます、フォローしとるのに来てない。ママンナさん、なぜか清原が欲しい清原が欲しいって3分やったら1秒でも過ぎたら3分放置しないといけないから結構きつい。あーですよね。4分にしますか。タム吉の姉は姉吉でやってる。そうなんだ、姉吉。ふーくんさんハートありがとうございます。17分おきに待ってくるって。76分頃に父へ向かう予定だとか、ゆっくりプレイヤーの人で予定時間をオープンすることがありました。あそうなんだね。やっぱりかわいい。あシミ妹でやってもらおう。シミ妹でやるので当たったらそれはシミ妹です、本人です。シミ妹4年生あ今日やってないですよって。やってないですよね、見たいんですよね。ゆうぽんさん欲しい。こんにちはみつきさん、ズッキーさんと同じだ。清原スはスターだからってダメですよ。じゃあ4分おきだね。それでも16回できる。16回はできないんですよ。4、1、6、24、あ
できるわ、えらそう。え、ハルさん偉くないですか。だって普通に計算したら60÷4で15 あ、ユニッチの配信が始まった。ごめんなさい。サラ妹って言ってみようか、もらうかな。15じゃないですか。でもさ、でもその何時ぴったりっていうのがあるけ、例えば19時からだったら19時ぴったりっていうのがあるけ、その16回と思ったんですよね。偉いですね。サラはもうなんかそういう上刻算とか周刻算とかがもう苦手なので無理なんですよ。なんか上刻算って知ってますか、計算の。中学受験にあるんですけど苦手なんですよ。仕事始まるからおまけ茶時間にまた来ますって来てください、ありがとうございます。シミイモとシミイモ、シミイモゴロガって、え、なんかね、良くないですね。ハートありがとうございます。じゃあ4分おきにやろうと思います。それでも16回できるので、エンちゃんさん、劉昇金さん、ハートありがとうございます。シミもエアコン18度になっとる。ふーるびた教会、うつむいた人々が、だだだだだだ。いつきさん、かわいい、ありがとうございます。何を信じ、あれ歌詞が分かんなくなってしまった。植木さんの名前忘れたけど、5本植えたら間の間隔が4つ、あ、そうそうそう、そういう計算のこと、ま、引く1みたいな、なんかね、何メートル間隔で植えるときみたいな、そう、植木さんの名前、そうそう、そういうことですよ。難しいじゃないですか。5本植えたら5って言いそうになっちゃうじゃないですか、間も。植木さんってその植木さんっていうやつ、今日してなんでしますって、19時から20時でします。植え方が円だったりするんだよねって、そう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 、円だった。でも円は簡単なんですよ、その数と同じなんですよ確か。でもあと旅人算っていうのもありました。なんかその人がいつ会うかみたいな、なんか植木算も旅人算もなんか不思議な、鶴亀算もあるけど不思議な名前のやつが多いんですよね。何を信じていた、なんで顔が黒いんじゃろう。ありがとう植木、今日してないね、19時から20時で4分おきにします。植え方が必要、ありがとう植木って。七並び CM 回復と別のアプリの CM 回復の間でやってます。約8分別アプリの CM 回復でやってます。熟ゼロ約8分間にせ、こんにちはんこそばパツさん、旅人さん初めて聞いたよ、本当ですか。旅人さんって知らないですか。僕たちはあるんですよ、なんか人と人が会うための計算、会うとか差をつけるとか、なんかね難しいやつ。旅人さん分かりませんでした、難しいですよね、計算機が友達そう、お友達だから。なんかね最近アレクサを買ったんですよ、なんかあの AI スピーカー買ったんですよ。なんかアレクサと言って話しかけたら答える感じのなんかあるじゃないですか、なんかなんとかしてって言ったら答える、あれ買ったんですけど、そしたらなんか計算してくれるのでもうしまくりなんですよね、何かける何はみたいな。アマゾンエコーかな、アマゾンエコーかもしれん、なんかエコーかも、なんかねタブレットがついとって時計みたいなやつ使ってるよ、本当ですか。 C みたいなやつ、それずるい、そうそうそう、やってるんですけど、でででででえ、アレクサ篠段できる、できるんじゃないですか、わからん、それは聞いたことないけど、アレクサはああ何かな、アレクサはああなんとかですねって何ですか。最近サラちゃんにハマってしまったかもって、本当ですか、タツーさんありがとうございます清水さんについて聞いてみよう。なんかね STU48 って言ったらね反応してくれないんですよ、あと NGT さんもなんかね違うことをあれなんですよ、反応しないんですよね、なんか入ってるんですけど答え言っても違うように聞き取られるんですよ。まあサラの滑舌の問題かな、
わからないんですよね。だからまずそれを反応するようになって、でもね、滝野由美子さんはいけるんですよ。しみちゃんと玉吉、サラの方が高いかもサラの方が高いかもしれん、わからん。バナナと泣いたサラちゃんって聞いたら、アレクサアマゾンやなって、アマゾンかな、わからん。なんかね、アマゾンプライムのやつあるけ、アマゾンじゃん多分。で、YouTube とか見る。シリに一番記憶機能がスマホのバッテリー残量。でもなんかさ、喋るのがね、喋るのが疲れるんですよ、もう。本当になんかめんどくさがりっていうか、なんか、ものを、なんか、やるのが疲れるんですよ、一個一個。なので、なんかね、聞くのもね、疲れる。なんか夜寝る前に、いつもハワイの音楽かけて寝たいんですよね。ハワイのなんかダイーみたいな、なんかハワイっぽいウクレレの音とかが入ってる音楽があって、その音楽が好きなのでなんかかけたいんですよ。でハワイの音楽かけてアレクサーって言うんですけど、なんかね、ハワイの音楽かけてって言ってもアレクサーって名前を最初につけないと反応しないわけなんですよね。そしたら一回言って、はい、なんかかけてって、もう必死で、もう力を振り絞って言っても、あ、アレクサ言うの忘れとったってなったら、もうアレクサって言わずに、もうかけずに寝る。なんかね、喋るのがね、最近もうね、疲れてるんですよ。なんか何もしてないのに、もう喋るのが、あれ、サロね、めっちゃ昔多いですよ。STU さんって戦場が劇場なの？どのくらいの船？やっけい船、どのくらいの船か、どのくらいの船、広さはどのくらいじゃろう。でも AKB さんの劇場よりはちょっと狭いと思います。なんかね、どれくらい、でも結構広いですよ。体育館の体育館の3分の1くらいかな。でもわかんない、喋るの疲れるのやばい。なんかね、こうやって今喋ることは全然疲れない、むしろ喋りたい感じなんですけど、全然一人で喋るのができないのかな、疲れるのかな、なんかよくわかんないですね。のび太さんみたいなこと言ってるねって。観客席は300人入るんだ。フェリーくらい、全長75メートル、75メートルくらいかな。75メートルってことはプール3個分か、25メートル。あ、ちょっとうとうとしてた。さあちゃんこんにちは。さらね、最近昼夜逆転が戻りつつあって、前は朝の7時に寝たりしてたんですけど、なんか最近はめっちゃ早いんですよね。2時ぐらいにはね、寝ようと試みて3時ぐらいには寝れるんですよね。これのプリンス号みたいな、でもそれよりは狭いと思いますよ。あんまりよくわかんないんですけど、そのプリンス号がほんまにわかんないんですけど、それよりは狭い気がする。なんかね、なんか食事する船のぐらいわからんかもしれん。教室何個分くらい、教室2個分、ちょうど教室2個分って感じ。あ、その船自体がじゃなくて、劇場するステージと客席を合わせたあの部屋自体、その公演する部屋がってことです。船の外にはその売店とかアイスっていうところとかあるので、それを入れたらね、なんかね、あんまり行かせてもらえないのでよくわかんないんですけど、なんかこっそり、こっそりというか、なんかチラッと行くことはあります。なんかね、よく戦場のこと知らないんですよね、あんまり。その周りのこと、2時間くらいしか寝なかった。昼に15分くらい、15分でいいやんか、すごっ。昨日配信枠が3時頃入ってたって。3時頃、今日はなんかでも昨日は早く寝た気満々だったんだけど、3時に入れたかな。まあ3時は学校始まるかもしれない、早くないか。欲しくない、ってなんだろう、欲しい。 J77.8m って、そうなんですね。300名収容で約900トン、900トン。 AKB48 劇場より STU48 劇場広いの？分かりやすい大きさ。あのプリンスダイヤモンド6年前、乗ったことある、すご。
小さくない？ああでも小さいかもしれん。 HKT さんの劇場とかは結構大きいんですけど、その前に出るところとかがないんですよね。ちょっとちっちゃいかも結構小さくないってなんとあれなんですね。劇場エリアはそれくらいなんで、そうそうそんな感じ。そう劇場エリアって言えばいいのかな。会話は意外な返事が楽しみ、楽しみだけど、アレクサは答えだけでああからじゃないって、そういうことかな。でもね、なんか不適切な不適切な言葉を言うと必ず鳴る音っていうのがあるんですよね、アレクサなんかさ、すっごい悪いなって自分でも思うんですけど、その AI スピーカーとかがあったら一回はなんか不適切なことを言って試したく見たくなりません？でその後になんかアレクサ大好きよとか言って一応フォローするみたいなサンジってこんにちはって船が出てきた時にニュースでミチが船の中を案内した。見てなかった。シーパスよ、乗ったことない。駅秋葉原より昼、そうなんだ。さやちゃん中で寝るの早いかな。中で寝るの早い、早いかも。2時は奥行きは AKB 劇場を選ぶねって、地方の会社大きいね。不適切なことを話しかけて不適切、まあとりあえず暴言ってなんかそういうなんかよからぬ言葉を一回は買ったその日に確かめたくなるんですよ。確かめてその後にアレクサ大好きよみたいな感じで一応フォローするみたいなことを謎に一人で繰り返しとったそしたら気づいたことがあって、その不適切な言葉をなんかどんなことを言ったとしても言った時はダランってなんかあんまりいい感じの響きじゃない音が鳴るんですよ。昨日話してたブラックホールに女性が入っていく映画の題名なんですか？わからん。女性が入っていくっていうのが本題じゃないんですよね、その映画。なんかね、その映画自体はなんかブラックホールのすべてとかいうやつかな、ネットフリックスにありました。フォローするのかわいいって、本当ですか？なんかね、一応不適切って言ってもそんなに普通ですよ全然。アレクサ夜泣いてたよってフォローいらんかな。でもそしたらありがとうございます、お役に立てて嬉しいですとか言ってくれるんですよ無理だ、 AI 子みたいにはならなかった。さらに内緒のあだ名には反応するんて、言わないですよそんなこと。アレクサに向かってさらのあだ名言うことないですけど、なんか反応しないんじゃないですか、意味わからんから。そんな違いあるんかいってさあ、じゃあツイッターやってないですね。 STU48 に期生のツイッターがあるので、なんかねここビョンビョンってなってHKT48 は今普通の衝撃値を連打してから、そう変わるんですよね。アレクサの真似ってけなげ、今後アレクサの関係が楽しみってしりとりはじゃんけんしてるんごってするんですか、アレクサと。そこまで。たーちゃんこんにちは、みなさんこんにちは。僕らは船が劇場っていつも一緒の船、 STU 専用の船、よくない船。なんかね STU 専用の船で、船なんですよ、ずっといつも一緒ですよ、その船ですよ、よくない船、よくない船、わからん。なんかねいつもね同じ船。はじめまして、友達のおすすめから来たファンになったかも、ありがとうございます。サニーハイランドさん、昨日お誕生日になったんです、よさでありました。ゆなさんのね誕生日になったこと知ってるんですよ、さら昨日ねやよちゃんのね配信見とったらね、ゆなさんがおってからね14歳になりましたって言って、同い年です、やった。メンバーが AKB48 の劇場の天井が証明って、そんなに低いんですか。アレクサのブラックリストに入れるのさらちゃんって船酔いしないんですよね、その、あ、してる子もいるわ。サラはしないんですよね、なんでってなんかねしてるんですよね、配信で見たんですよ、やよちゃんの。なんか昨日やよちゃんの配信見てたんですけど、夜にねかわいい。船で公園見てたいなって、博多港に寄港して船で公園、
あ、博多か。博多の方なんですね。としひろさん、田口さんだ、れいかちゃんって、こんにちは、つよぴーさん、まさか知ってた、さらに倍って。メンバーの配信結構見てるよ、やよと配信、そうまず長崎フィリね、なんかね、違うあれ配信から来たんです、あ、配信ってやってた、違う船だったんですけど、もともとはそれを改造して劇場付きに変えたっていうことです。船から作ったわけではないってこと。ステッコってやよ配信にコメントしないさ、見てるんですよ、見られてる。え、でも見ててもほとんどコメントしないですよ。え、結構見てますよ。前のゆきりかちゃんのなんか写真を開封するやつも見ました。ゆうちゃんの配信見てたんやって、船屋さんに来てた。え、分からんけど、なんか誰って言ったら分からん。さあちゃん見てるよって昨日さあちゃんの配信見えなかったから今日言おうと思ったらして、知ってましたよ、おめでとうって思いました知ってましたよ。さあちゃんがツイッター頼むくるとエゴサされたって。そう、ツイッターやってないですよね、一人では。清水さあです、食パン大好きって。もともとフェリー、もともと五島列島で使ってたフェリーやったっけなって。五島列島とかなんか懐かしいな。やよ、昨日マネージャーさんに茶色い、あ、そう、なんかマネージャーさんにもらった GU の茶色い服って言ってなんか、え、全部見たわけじゃないんですけど、ちょこちょこ見たっていう感じかな、見た感じなんですけど、なんかそれでなんかこの服マネージャーさんにもらったって言っとった。なんかちょこちょこ見ましたね。うわ、ゆきりか、そう、ゆきりかちゃん見てたんでしょ、見てたらコメントしてよ、怖いじゃんって怖い。でもそしたら毎回おる人みたいになりますよ多分こんにちはってなんかみんなに紛れてこんにちはって普通に入れてきますよ、そらミリアとか、え、コメントそんなするっけな。でもミリアちゃんもう LINE でコメントしてくるので、個人的にもうサロンをやめたなんかで、ね、昨日ミリアちゃんコメントしてね、それから LINE したんですよ雪梨花生写真かなりかぶっとったねって。ね、雪梨花ちゃんかぶってました。対馬だよ確か、長崎前の木縄の船だ。そうなんだ、さあちゃん潜んでるのか。え、なんかね、時々監視じゃないですよ、全然監視とかじゃない。あ、だってコメントとかはあんまり見てないんですよ、あんまりとか全然見てない。あ、もうあのあれなんですよね、あのな、勉強しながら流してる、動画もそんなに見てない。なんかじゃけ声だけを聞いとる感じ。来年お互い誕生日おめでとうできたよね。そうなんだ、2月12日なんだ。こんにちは、さあちゃんマネージャーさん誕生日プレゼント、さあちゃんコメントしてよって。メンバーから、いや、ちょっと申し訳ないのでしてないです。どこにでも所属する、え、どこにでもあるかな、そんなにしてることないよ。ももちゃんの配信もよくいそう、インスタして、インスタしてないですよね。サラの配信、たい、そうなん、あ、でもね、前来てくださったんですよ。ヨネ、そう、ヨネダミーナさんっていうラストアイドルの人がいるんですよね。なんか、アクターズスクールが一緒だったんですけど、来てくださったんですよ。昨日、マイキューさんが、アンちゃんと、アナちゃん、バレコラボしたいって言ったら、サラちゃんが知ったんけんってコメントしてた。ああ吉田沙羅ちゃんってことねそっか、好きなのか。ゆみりんは自分の出たらいらないって言ってて笑ったってへえ、ゆみりんさんあんなに可愛いのに、目の保養です、本当に可愛くて。作業用 BGM 感覚、そうそう、じゃけなんかそんなに深く内容が分からんのんですよね。なんか音を流してるだけなので、なんかね、何の話なんじゃろうって思うこともよくある。なんかみーちゃん常にラジオ配信みたいになってね、そう、聞くだけでって感じ。食パンに何をつけました、え、何もつけないかな。え、そう、みなさん来てくださったことあるんですよね。テレビはあんまり見ない、テレビ全然見ない、もう何ヶ月も見てない、もうね3ヶ月か4ヶ月ぐらい見てない、もうもっと見てないかも。お、もう一個もテレビ見てない、一瞬たりとも。あ、なんかね、親とかが流しとって一瞬通ったことはあるんですけど、自分から見ようと思って設定してみたことがない。テレビはあんまり見ないって、うん。 SD48 号元の名前はミカサ、あ、ミカサって言うんだ。やよちゃん話飛びすぎて BGM 向きじゃないねってえ、なんかね、勉強する時間はだいたい10時とかなんですけど、10時とかになるとなんか
やよちゃんかミディアちゃんか藪下風さんかゆきりかちゃんか渡辺夏希ちゃんかか沖さんがやってるんですよ。大体見るんですよ。なんか夜の22時ぐらいになんか見ようと思って勉強しようと思って配信見たら、あと昨日渡辺なっちゃんがシルバニアのなんかどれが当たるかわからないやつを開封しててアルパカが当たったのを見ました。なんかね、あ、サラがなんでってなんでショールームを見るようになったか説明していいですか。なんか勉強するときに動画とかを流しとかないと見れないので見たいんですけど、なんか親に携帯をあの制限されてて YouTube とかが見れないような設定になってるんですよ、夜とかは特に。なんですけどショールームはこうやって自分がするから制限してたら配信中とかにブチって切れちゃうかもしれないじゃないですか。だからそれになったらやばいからって言ってショールームだけは携帯の時間が無制限なんですよ。だから見るものがショールームくらいしかなくって見てるんですよ、いつもショールームを。なんかそう、なんかね YouTube を見たいんですけど、もう見たいんですけど、まあ YouTube を見たとしてもどうせ全部 STU しか見ないので、ほとんど STU なので勉強しながら見るとしたらあれなんですけど、そう、なるほどって、時間嫌だねって。だから YouTube 見るとなんかね、あと人のショールーム終わった時にちょうど終わったぐらいに行くと無謀が見れるんですよ。それを見たりしますね。なんかね、無謀な夢のリンク貼ってるあるじゃないですか、再生ボタンと。無謀しか見れないけどあれを見たりしてます。時間制限とかあるんですよね。だからまあでもされてない時もありますよ。なんか日による感じ、日による、時による。てか勉強してるんだっけ、え、ほとんどしてないけどしようって思って、それだったら見れるんだって、え、見れる日もあるって感じ。ネットフリックスの子供制限を自ら破った。そう、なんかね、ネットフリックスのキッズっていうキッズのページが、キッズの設定があって、なんかキッズの設定にするとあのクレヨンしんちゃんとかドラえもんとかしか見れないんですけど、なんかキッズは嫌だったので自分からキッズの設定を変更する技を身につけたんですよ。なんかね、一回設定をそのキッズから大人用に変えたんですけど、そしたらまたキッズに戻されたので、そしたら次なんか設定ボタンが消えてたんですよ。設定なんかね、お父さんとかがなんか変えたというよりもアップレドレートされてなんかやり方が変わってて、でまたでも今やり方に気づいて、パスワードね、いらないんですよキッズに変えるのは。で映画を見るときに R18 の映画とかあるんですけど、そういうのを見ようとしたらパスワードを入れろって出るんですけど、それはパスワードを見ないとできなくって、でも1回だけパスワードを破ったことがあるんですよ。なんかね、9通りの4通りの数なので、でチャンネルの1から9番のあれあるじゃないですか、ボタンあるじゃないですか、あれを 4の数だから 9×9 して全部やったら当たるじゃないですか、絶対どれか。それを全部1から順に試してて、そしたらある数で当たったんですよ本当に。なんかね、それは妹とやったんですけど、妹がやってたんですけど、その時はなんか11121314151617181819っていうのを、なんかそういうのをバーって全部やっとったらなんか当たって、まあパスワード変わったんですけど当たったんですよ。なんか本当にえって思って、サラもすっごいびっくりしたんですけど、これどうやって 見たんじゃろうとか親に言われたんですよ。なんか親にこれ見たんでしょって、なんか親はいつもなんかチャンネルするときこういう風に隠してからやるのであれなんですけど、見たんでしょって言われたんですけど、本当に見てなくって、なんか実力で当ててしまったんですよ実力で当ててしまったんですよ。サラ普通は何回か間違えたらアウトにはずないけど、フリーなのか、うん、何回でもできます。ちゃんちゃんちゃんパス、あのね、あの iPhone のロック画面とかはできないですけど、あれはできますよ。あのネットフリックスとかのあれはできました。というか全部
それが同じ数だったんですよ、その4つとものの数が。だったので結構分かりやすい数だったのでより当たったんですよね。ただいま、ちゃんとメモったんかなって。いや変わりました、変えられました、バレたので。なんか妹が、その妹といる時にそれを突破したんですけど、妹がやってて、なんかねあれなんですよね、あれでした。なんかその妹が勝ち誇ったように見つけちゃったって言ったのでバレてしまってですね、見つけちゃったって勝ち誇って言ってたのでバレちゃいました。視聴履歴でバレそうだけどな。え、視聴履歴ね、なんか消せるんですよ。なんかね、でも視聴履歴消そうと思ったら全部の設定が変わっちゃうんですけど、全部の設定じゃない、全部の見た履歴が消えちゃうんですけど、消せれるんですよ。あ、間違えて消してしまったってだからそれはやったことないですけど、視聴履歴は消せるってことは知ってます。うん、いろいろやりてって、怒られたでしょって。え、怒られなかった、え、なんで分かったんって、見たでしょって言われて、え、見てない、ほんまに全部試しとったらマジで当たったんよって言ったら、え、やばって笑っとったすごいですよね。だけど iPhone の録画面とかでそれをやろうと思うと、なんかあれなので、あの iPhone の録画面でやると、あの何秒後何秒後っていうのがどんどん増えていって、最後なんか2億3600何百何十何年後みたいな、何秒後みたいになるので、もう何年待たんといけんのみたいになって、まあ多分初期化すればできるんですけど、なるので永久ロックってくらい大変なことになるよってえ、その時はたまたまで、そこからもう試みてもないし、そこまで試してない、そんなに十何個とか20個も試してない間に見つけてしまった。2億秒後とかになるんですよね、普通に。サラがママに叱られる理由は会話見たって。なんかさ、安田さんのアイコンなんかもらえるルームを見たんですよねこのアイコンがもらえるっていうルームを見たんですけど、一緒になっちゃうのでもらえませんでしたこんにちは、マルシロマサヒロさん、えって、雄大さん、えって、2億。なのであとね10回か20回で当てられたんですよ。なんか結構早めのうちにあった数だったんですよ。じゃくさらきー、今日は目撃者歌いますよ。ショールームってアイコンたくさんあるよね。そう、めっちゃたくさんあるアイコン、割と一色ないやんってJK になったら税金解除されるって、わからん。でもさら今キッズじゃないので、あのネットフリックスキッズのになってないので、妹はキッズのなんですけど、なので今制限、あ、スマホの制限はわからんな。パスワード1回で間違えるとビビる。てか聞いて、なんかね iPhone の顔認証のやつがあるじゃないですか、顔認証。なんか2月にパソコンじゃない、2月に iPhone11 買ってもらって顔認証のやつを設定したんですよね、2月にね。そしたらね、なんか最近顔認証がやけに通らないんですよ。で、なんでじゃろうって思ったら、なんか太って顔が変わったから顔認証が通らなくなったんですよどう思いますかほんま一緒ですか。なんかね、最近絶対顔認証が通らなくって、2月から顔変わった、変わりましたか、サラ。分からん、何かの理由があるのかもしれん、あの普通に角度が悪かったりするのかもしれないんですけど、なんかねスマホの認証がね通らないんですよね。2月から顔変わったのかなって思って、どう思いますか。え、前髪じゃなんかね、分からん、太ったか普通に顔のパーツが変わったとか、なんかたとかかなったかわからないんですけど、なんでかわからないんですよ。成長、顔が成長したって言っても、変わった、太ったとしか考えられなくないですか。だって3ヶ月とかでさ、途端にさ、なんか顔がさ大人っぽくなってさ、
顔が長くなったとかなくないですか？だからね、なんかショックだったんですよね。ついにもうサラだと認めてもらえなくなったんですよ。どう思いますか？悲しいですね。成長期だから泣かないでって。登録した時真顔でやってたし、なんかね2月とか3月とかはあれだったんですよね。なんかねその時は前髪巻いてなかったんですけど、絶対そんなことじゃないですよね。だってその時前髪上げて設定したけど、おでこ上げてた時でも顔認証通ってたのに、今顔認証通らなくて全部パスワードでやってるんですよ。妹がいたずらして、え絶対それない、妹機械使えないので PM 案件なんですよね。これは悲しいねって。顔認証じゃ髪型関係ないかって。髪型そう関係ないですよね。でもなんかそっくりさんだったら顔認証通るらしくって、だからそれぐらいその結構甘めに作られてるので、なんかあれだなと思って。じゃあやります、僕たちはって。もうショックだったんですよね。やばくないですか？多分ねそんなのサラしかおらんと思う。よし行きます。え、なんかダウンロードに失敗しましたって出る。歌えん。え、なんで歌えん。ダウンロードに失敗しましたってなる。なんで。あ、来た。行きます。あ、マイクテストするか。テレビのニュースで繰り返し伝えてた、一発の銃弾が正義、奪ったこと平和を叫んだ、デモ隊の中で倒れた。勇気あるその人は何を信じていたのか、海の向こうの世界で愛が壊れ始めてる、そこに流れた涙が波になり近づく、僕たちは目撃者、決して目をそらしはしない、生々しい悲しみと隠蔽された真実、僕たちは目撃者、悲劇を終わりにはしない、この胸に焼き付けて時代の過ち語り続ける、生き証人になろう。古びた教会、うつむいた人々が灯されたろうそくに祈り捧げている、我が子を亡くした母親は崩れるように、声もなく泣きながら誰を責めているのだろう。今日も世界のどこかで愛が忘れられてゆく、遠い微かな記憶は微笑みとぬくもり、ちっぽけな目撃者、取るに足らない存在でも、目の前の偽りを見過ごすわけにゆかない、ちっぽけな目撃者、武器を持たない市民でも
道の上寝転んでおるかな。国から自由を守る怒りを思い出そう。僕たちは目撃者、決して目をそらしはしない。今起きた出来事を誰かにちゃんと伝えよう。僕たちは目撃者、悲劇を終わりにはしない。この痛み残したい歴史の1ページ破ることなくのと言い続けよう。ありがとうございました。ちょっと間違えちゃった、ごめんなさい、間違えちゃったけど。じゃあランキングを呼ばせてもらいます。13位、たこ焼きくらげさん、ありがとうございました。12位、つくしさん、ありがとうございました。11位、天然ガラスさん、ありがとうございました。10位、キャベツの炒めさん、ありがとうございました。9位、いまぽんさん、ありがとうございました。8位、エイナイトさん、ありがとうございました。7位、ヘリさん、ありがとうございました。6位、風神丸さん、ありがとうございました。5位、くっちゃんさん、ありがとうございました。4位、はるさん、ありがとうございました。3位、ハイズさん、ありがとうございました。2位、リュウショウキンさん、ありがとうございました。そして1位、安部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんじゃんじゃじゃん、ありがとうございました。